よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様のもとから帰ってきよった。じゃあ行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まって、あっちだ。敵が二つ、もっと敵が二つ、小さい敵が一つ。数が合わねえ。誰か死んじまったのか。近いぞ。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが、ガキをかまっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。天心眼、ヤムチャ、チャオズ、それに神様ボック、許さんぞ貴様ら。なんだその面は、気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。このナッパ様にかなうわけがないんだ。待ってた割には大したことねえな。何でもエリート選手だ。貴様のような下級選手を舐められてたまるか。
俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが、俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった。海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何よベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え、みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時って、ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけど、みんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな、とにかく勝たなきゃ。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ。死ん、ああ、ごはん、父ちゃんが生きて帰ったらまた釣りにでも行こうな。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだクリリン。ベジータに勝って後で聞かねえとな。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。
サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだから。倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。なめるな。おのれやりっこ。Yeah!
が持ってくよ。三倍かよ。カメハメハだ。俺のギャリック砲は絶対に食い止められんぞ。地球者とも宇宙の塵になれ。そして生きている全てのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。
総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。なんだ。ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じは奴の気だ。お父さんが危ない。よし、やってやるぞ。誰だと思う。サイヤ人だぎゃサイヤ人。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けて。奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、キュンザン。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。
ラの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。出た。これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ、俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。覚悟しろ。待ってくれ。悟空、すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、分かるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度奴と戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんでおくんだな。おさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな やられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、ほら悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。